皆さんどうもこんにちは。近年難易度が高いがゆえにクリアした時のカタルシスを感じる、いわゆる高難易度のゲームが人気。そんなゲームが人気な理由は絶妙なゲームバランスがあってこそ。今回ご紹介するのは難易度が高すぎてクリア不可能なゲーム。単に難しいだけではなく、何らかの問題によりクリアができないゲームたち。クリアができなかったあの頃のイライラを思い出しながらご覧ください。では行こう。ロマンシングサガ2。ロマンシングサガ2は1993年にスクエアから発売されたスーパーファミコン専用の RPG 作品。前作よりもゲーム自体のボリュームも難易度も大幅にアップデートしたのが今作のロマンシングサガ2。本作のストーリーは一つの小さな王国をメインに、さまざまな世界の悩みを解決しながら仲間を集めていき、かつては英雄と呼ばれていた7人の敵に挑んでいくといった壮大な物語。こんな少年心をくすぐる本作。発売当初はなんと 90% のプレイヤーがクリアできなかったと言われているほどのめちゃむずゲーム。本作は一般的な RPG の普通にレベルを上げていれば大抵の敵は倒せるといった常識がラスボスには全く通用せず、結果 90% ものプレイヤーがボスの前にひれ伏しました。本作はラスボスにたどり着くまでに7人のボスたちを倒してやっとたどり着くのですが、最後の最後にようやく倒した7人ものボスがバーゲンセールのように一気に戦うことになるといった鬼畜仕様であり、一人でも苦戦したのに一気に7人なんて倒せるわけがなく、みんな諦めてしまいました。加えて英雄たちはそれぞれの特徴があり、それぞれの対処法を考えながら戦う必要があります。男を魅了する英雄には女性だけのパーティーで挑み、最強の剣技を繰り出す英雄には剣を無効化する術で対処するなど、その英雄に対する攻略法があり、それを踏まえなければほぼ 100% 不可能。しかしその最後のバトルは7人がまとめて襲ってくるので、7人分それぞれの対処法を用意しなければならず、そんなことを無視して進めてきた初心者プレイヤーたちをどん底に叩き落としてしまいます。25時間かけてようやくラスボスにたどり着き、 RPG あるある、ラスボスの前でセーブしてラスボスと戦って、ラスボスの圧倒的な強さに心折られ、かえってレベル上げをしようと思ったら帰れないという問題が起き、泣きながらデータを消して初めからやり直すといったプレイヤーが続出。対処さえしっかりしていれば勝てる相手ではありますが、初見プレイヤーならボスの目の前でセーブするのは当然、それがミスとなり結果初見でクリアできる人は数少ない。マカマカ。本作は1992年4月24日にシグマから発売されたスーパーファミコン用の RPG ゲーム。一見すると普通の RPG に見えなくもない本作ですが、一癖も二癖もある仲間や敵キャラクターに奇怪な物語、ネタ要素満載のアイテムなど非常にツッコミどころの満載のバカゲーで、加えてバグが多く、結果クソゲーとして語られています。つまり今作はバグが多すぎてクリアが難しいゲーム。バカゲーとしてはオープニングから唐突に両親がミジンコに変えられてしまったり、序盤から段ボールに入ったキザなヤサをジョニーが仲間に、荷物に紛れて密航した飛行機が空中分解、漂着した島で島一番のブサイク王女と結婚させかけられるなどなど、魅力的なイベントは序の口。その他敵キャラの名前が適当で、ザコ敵はその名の通りザコであったり、その他ザコシリーズは20を超えていたりします。そして肝心なバグ。まず船が増殖したり、ウィンドウの色が変わったりといった軽度のバグをはじめ、フィールド上では主人公以外の技が使えないという致命的なバグや、物語の進行が不可能になるといったバグ、様々なバグが存在。しかしバグと同時にネタも混合しているため、どこまでバグなのかネタなのか判別がつきづらく、とにかくカオスなゲームとなっており、これらのバグなどの現象に対し開発元のシグマが仕様ですと言い切ったため、まかまかでバグが起こるたびにバグじゃない仕様だといったコメントがするのが通例となっています。これらのバグはもうちょっとで把握しているバグは全て取れるというところで、どうしてもゲームのマスターを提出しなければならず、どうせ任天堂がチェックしてくれるだろうというふうに修正前のデータを提出し、2日後に修正版を出したところ、バグ入りの方が通ってしまったということがプログラマーによって明かされており、全ての原因は人員ミスからつながるカオス。たけしの挑戦状。本作は1980年代当時に、当時絶大な人気を誇っている大物芸人のビートたけしが制作に参加して発売されたファミコンゲーム。本作はたけし自身の人気も相まって話題を呼び、
約80万本も売れた大ヒット作となっています。しかも今作はまかまかに引けを取らないほどのバカゲーであり、同時にクソゲーであり、クリアが困難な名作ゲー。本作のアホゲー要素としては、主人公は妻子持ちのしがないサラリーマンで、そこらの通行人に殴りかかって倒すことができ、家に帰るや否や女房と子供に襲われ、離婚し有金全部慰謝料として取られたり、さらにゲームオーバー画面は主人公のお葬式。またゲームルートを間違えると乗った飛行機が突然爆発したり、ハンググライダーに乗って鳥と接触すると一発で爆発したり、謎の未開民族によって釜茹でにされたり、中盤である人物を倒しておかないとエンディング寸前の死ね死ねと言われて突然葬式になったりなど、ライフがゼロになって倒れる以外にお葬式になるバリエーションがとても多い。ゲームオーバーになって再開するには20文字あるパスワードを入力し直さなければならないのに、入力したパスワードが間違っているとパスワードが違いますと言われ、やはり主人公が倒れてまたお葬式になるといったアホっぷり。こんなバカゲー、やはり攻略は極めて難しく、当時は攻略本なしではクリア不可能と言われていました。しかし実際はこの攻略本を読んでクリアが可能。出版元に抗議の電話が鳴り響きました。最初のうちはちゃんと電話に出ていた担当者も疲れ果て、挙句には担当者は死にましたと嘘をついていたという伝説も近年明らかになり、ビートたけしらしいゲームではあります。また発売当時、たけし軍団の面々も街で見かけられると、購入者の小学生から金返せと罵られることが頻発しており、人前で手を挙げるわけにもいかず困ったという話があったりなかったり、さらにはビートたけしの相方でもあるビートきよしもプレイしたものの攻略できず、たけしに直接攻略を教えてくれと電話したほどの伝説のゲームです。魔界村はカプコンより1985年に発売されたファミコン用の横スクロールアクションゲームで、元はゲームセンターに置かれていました。本作は連れ去られた姫を救うべく騎士アーサーを操作して敵たちをなぎ倒す横スクロールのアクションゲーム。このゲームの難易度を上げている要因は主人公の弱さにあり、その主人公を2回ダメージを受けると死んでしまうという、なぜ騎士になれたのかわからないほどの HP の耐久性を誇っています。加えてそもそも本作はボスも強く、さらにそれよりも強いのが雑魚敵。その強すぎる雑魚敵の代表格こそがレッドアリーマー。レッドアリーマーは騎士アーサーの上を飛び、小賢しく遠距離攻撃や突然降りてきて攻撃をしたりと、かなり変則的な動きをするストレスフルな雑魚敵。そんな腹立たしいレッドアリーマー、ゲーム後半に登場するのかと思いきや、なんと1ステージの中盤頃から登場。アーサーは飛べるわけではないし、ジャンプ力もないので、上空でふわふわするレッドアリーマーに対して攻撃がとにかくしづらい。なすすべなく雑魚敵のレッドアリーマーに倒されるプレイヤーは数知れず、そんな腹立たしいたらあらしないレッドアリーマーは、元のゲームセンター版ではそれほど強くはなかったのですが、ファミコン版に移植した際、移植を担当した会社の腕があまり良くなく、結果レッドアリーマーの動きが異常なことになり、結果ゲームの難易度を爆上げしまったということでした。ということでいかがだったでしょうか。やはりクリア困難なゲームはレトロなゲームたちが多い印象です。加えてそもそもクリアができないとかバグが多い、まあそう思ったら最近のクソゲーとか言われているバグが多いゲームたちもなんだか可愛く思えてきませんか。まあしかしバグとかはやっぱり少ない方が嬉しい。この動画で紹介したゲーム以外でクリアするのが難しいといった作品がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。じゃあこの動画があったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラム、サブチャンネルも登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。